があると思います。で今度桜庭仁はですね、夏のツアーで、それこそ神社さんでありますね、苫小牧樽前さん神社というところでコンサートがあります。そして小樽、ウィングベン小樽の中にあります小樽座というコンサートホールでも、バス乗り場の左手側は江別駅行き、そして右手側が今度は文字花火でありがとう、カタカナです、ありがとうっていうのが、打ち上がります。それで最後になりますんで、皆様見逃しのないように、していただければなと思います。そしてありがとうございます。そして、花火がね終わったら皆さん一斉に帰られると思うんですけども、シャトルバスもねすごく混み合いますのでね、足元とか気をつけてお帰りになっていただければなと思います。今日は皆さん感動の花火を皆さん一緒に体感しましょう。ありがとうございます。はい、椿坂実行委員長の思いで皆さんを元気にしたいということで、昨年も開催していただきました。本当に花火屋といたしましては感謝感謝でしかありません。今年も最高の花火を、
今年ロシアとウクライナの戦争があったり、またまだコロナも続いて亡くなる方もいらっしゃって、でこの花火っていうのは鎮魂の意味もあると言いますので、そういう意味と、それから星花は行きましょう、えべつ花火だよ、金色から青見えました。金色から青見えました。翡翠色、ピンク、白点滅ボタンって3回変化します、色が。どうぞご覧ください。はい、こういうのが葉っぱ、色が順番にずれてたのをご覧ください。ありがとうございます。
参ります。それでは皆様お願いいたします。
そして栄えある優勝は新緑響谷大曲演歌株式会社です。おめでとうございます。Thank you.
ありがとうございました。ニコバージョンの曲に乗せてお送りいたします。第4幕ふるさと花火。グランドフィナーレ曲は恵比寿花火オリジナルテーマ曲酒満天の花。
エベツ花火でお会いしましょう。それでは最後に花火師、そして実行委員長よりご来場いただきました皆様に感謝を込めまして、40ミリ。